カモリは、ほとんど赤字にはならないでしょうね。黒字が基本だと思います。時間制限内に食べれたら、無料や賞金をつけてるならなおさらですが。もちろん完食されたら赤字ですがね。しかし、チャレンジしてもらうことで完食したり、失敗しても話題になるの当店は宣伝もできますし、どちらにしろ嬉しい指示ばかりではないですか。では、どうぞ。高田馬場にある胸からしラーメン、表裏のメガ盛りラーメンを再現したビデオが話題になっていました。20分以内に完食すれば、賞金5万円がもらえるというチャレンジメニューで、山のように唐揚げが積まれた姿が、海外ソーシャルメディアで注目を集めたようです。そんな日本を代表する大食いメニューに、海外からは多くのコメントが寄せられていました。親友のアダムが、バイラルビデオの巨大ラーメンを作ってくれって言ってきたから。ほとんどもやしだね。ラーメンにも到達できてないよ。私にできないこともこなせる友人のリエもいる。日本のフライドチキンは何が違うの？小麦粉じゃなくて片栗粉を使う。生姜を刻んでみよう。マリネだ。しそんなに多くないでしょ。ガーリックも同じ量入れる。鶏肉はたくさんあるから足りるといいけど、十分じゃないかな。一晩漬け込んで片栗粉で揚げる。サンドイッチアイスが冷凍庫に入らないから食べるわ。醤油に砂糖を入れてチキンストックを加える。悪くないよ。しょっぱいけど美味しい。片栗粉を混ぜる。1枚テストしてみる。こんなのでいいの？白いものがいっぱいついてる。片栗粉は追加しないでやってみる。こっちの方がはるかにいい。カリカリにするために2度揚げしないといけないけど、すごく美味しそうな香りがする。二度揚げは高温で短時間。ガスがなくなった。麺が 800g、 もやしが 2.27kg。 スープがしょっぱいからちょっと水を加える。麺にコシがない。沸騰したお湯で茹でないとダメだよ。チキンを乗せるだけでも重労働だよ。リエのお腹が空いてるといいけど。空いてるけど全部は無理。お店では20分以内に完食すると、壁に名前が飾られて無料になるらしいよ。5万円。どう？美味しいでしょ？私のレシピだからね。スープの意味がないね。もやしのせいだよね。3人で食べきれるとは思えないよ。ストローでスープを飲み。塩はどこ？10人くらいで食べたけど、まだ大量に残ってる。こんなのよく食べきれるね。ほのかに味のある水みたいだけど、チキンは美味しかったよ。海外の反応。アダムは、どこからこんなのを見つけてくるんだろう。ニッキの表情が面白すぎる。すごく寒いからラーメンか温かいスープが食べたい。唐揚げがめっちゃ食べたくなった。すごくシンプルだね。このチキンを作ってみようっと。何か学んだとすれば、チキンの新しいマリネ方法かな。片栗粉はどこに売ってるんだろう。小泉さんにもってこいのラーメンだね。このネタがわかる人に賞賛を送る。フライドチキンは3枚も食べられないけど、これから修行していつか500ドルのラーメンを完食して名前を飾ってやる。麺やもやしの分もチキンだったら20分で食べ終わってただろうね。量が多ければいいってもんじゃないよ。最近の大食いトレンドは本当に理解できない。美味しいラーメンがいっぱいあれば私は満足なのに。ラーメンのハートはスープだよ。スープがまずいラーメンはまずい。どんな具を乗せようが関係ない。水を加え続けててやばいって感じだったよ。もやしと麺が加わればそのままでも美味しいのに。気の毒なスープ。ポテンシャルは高かったのにね。だからラーメンのスープはしょっぱいんだよ。スープをめっちゃしょっぱくしないと塩気を感じないってのが教訓だね。美味しいスープを作るのは私の弱点だよ。まるでネットにあるレシピはイライラさせるためにあるかのようにまずい。しょっぱいからって水で薄めてたくせにもやしのせいにしてて爆笑した。日本人がラーメンと作るときには仕事と料理の両方に敬意を払ってるよ。君にはどちらも欠けてる。
君の料理スキルを見れば、女性料理人が少ない理由がわかるよ。アダムは、次から全部リエに作らせればいいのに。リエ大好き。文字通り憧れの女性だよ。髪も素敵だし、声もすごく可愛い。スーパーモデルに憧れる男もいるけど、俺はリエみたいな女性に夢中だ。私の大好物のアイスを食べてるよ。めっちゃ食べたい。親子丼ぶりを作ってみたらいいよ。めっちゃお願いします。運営ですが、やり方次第で赤字にも黒字にもなります。一般の方走る機会はないかもしれませんが、飲食店では基本原価3割が基本となります。なので、赤字になることはなかなかないとは思います。